あけおめきた。うわ、大吉、大吉、パンパンパン、大吉です。おめでとうございます。誰だ、ただの魚が大吉を崩し、ありがとうございます。やばい、今日は大吉当てれる日かもしれないからフフ、大吉です。今日は学校に行って、その後、そう、今日から学校、あ、お願いします、あ、今日今日もう無理、今日だって。いや、わかんないよね。でも中吉が出ないってことはいいことだから。なんかやっぱり2つじゃないですか、あの中吉が普通だから中吉が普通だから今日もある意味当たりで、そう、ある意味大当たりなんで、そう、今日学校に行って、そう、学校があったので行って、普通に中学校で、なんかその後にお友達と遊んできました。今日、そう、友達と遊びました。遊びました、普通にお家で。あ、お願いします、お願いします、中吉、中吉、中吉が一番いいからリカさん、ありがとうございます。そう、中学校卒業なんですよね。もうね、めっちゃね、あのクラスがそういう雰囲気で、なんか先生ももうそういう雰囲気なのね。なんかもうみんな受験だからねみたいな。そう、あのこのクラスで、あのあれする、なんか支え合うんだよみたいな。自分が受かったからといって調子乗るんじゃないよみたいなっていう。そう、そう、なんかかかり決めとかはしてたんですけど、今日はかかり決めをしました。なんか悲しくなっちゃうなと思って、もうさ、遊ぶことないのか、今日も遊んだんだけど友達と、なんか遊ぶことないのかなとか思った。はんちゃんとこと月1ですけど、でも席替えってそんな感じですだいたい月1。私がね、1年生の時はなんか先生がもう優しい先生なんですよ。だからなんか優しいというか緩い先生で、そう、なんか普通だったらなんかこのね、男男とか女女で固まりすぎると、やっぱ友達同士で固まっちゃうと、隣同士になるとなんかダメだから、なんかおしゃべりがうるさいから、男女男女が隣の席みたいな感じなんね。そうで、でもそのね時はね、なんかもうね、そんな関係なしに誰がどこに行ってもいいよみたいな感じだったから、めっちゃね良かったんだけど、なんか一学期それで行って、なんかうるさすぎて結構怒られたのね怒られちゃったから、私のクラスから、なんかちゃんとそういうちゃんとしたやつになった。そう、
でも今はねあれだから、私もね明日席替えするって言ってたな。そうそうそう、学級組織の班とか決めて、席ってどうやって決める、なんか私のところは、私のところって多分大体そうなんだけど、なんかまあ先生にもよるな、でもなんか大体班があるんですね、そのもうこの学級はこの班で過ごしますよっていう班があって、その班で固まって席をボンボンって決めるんだけど、そう、私配信します言ってない、そう班で固まって、だからどこの班がどこの席をするかとか決まっててで、そっからまあ自分たち、その中で自分たち好きなようにしていいよみたいな感じです。そう、今日もちょっとしたんだけど決まらなくて、なんかインとかしたい子とかがなんか出なくて、あんまり全然なんかインしたいですって子がいなかったから、そう結局決まらなくて、でもともと明日する予定だったから、今日はちょっとなんか予定がめっちゃ早く終わって、めっちゃ巻いちゃって、でも学級委員はもう決まった、学級委員、そう、もう私は委員とかするあれじゃないからしなくなっちゃった。1年とか結構してたんだけどな、そう、まあなんかでも最後って考えると悲しくて本当に最後だよ普通に考えて。なんかね、そう今日一緒に仲いい子が2人いて、学校に1人は同じクラスで、もう1人はなんか、もう一人はあの隣のクラスなんだけど、今日はこの隣のクラスの子とあのあれなって一緒に遊んで、なんかその遊んで、なんか私なんか今のクラスでなんか本当にびっくりするくらいなんか仲いい子はいるけど、なんかぼっちなんですよやっぱり。なんでだろうね、ちゃんとしてるのに。そうだから私なんか私さ、卒業した後ってもしかしたらなんかあるかもしれないじゃん、そのこのクラスの女子だけ集まろうとか、なんか多分あると思うんですよ、このクラスこの学年の女子で集まろうとかはないかな、すごいクラスはあるかもね、でもなんかそういうのに誘われない気がして、卒業した後のそういうのに悲しいなと思った。なんかそういう未来が見えてきてっていう話をなんかしたら、その隣のクラスの子がなんか、じゃあ私のクラスも来るみたいな言ってくれて、行きたいって言ってきました行きたいって、ぜひ行かせてくださいってもう言いました本当に。
ね、本当に。でもなんか人見知りしちゃうからかな、なんかねあんまり そう出せない。あ、なんか私のどんな感じかっていうと、私学校でああみたいな感じ、うん、なんかね気まずそうにしちゃう、なんかこんなみたいな。まあね、もうちょっとで終わっちゃうけどね。まあなんか卒業式に向けていい感じに仲良くなれたらなと思います、クラスのこと。でもマスクしてるから目元だけ洗ってればいいからね、こうやって目元だけ洗ってればどうにかなります。だから友達と話す、その今日とか今日とかそんな子は結構仲いいくて、その子の前だったら全然座らせるのね。だからその子と話す時に話したら、その同じクラスの子とたら、もしかしたら藤野さんってこんな感じなんだみたいな、ギャップギャップっていうかなんかまあなんかちょっと印象変わるかなと思うけど。でもなんかもう卒業式の練習みたいな感じで、そう卒業式の練習みたいな感じでね、どんどんねなんかあの朝さ出席確認した時にはいって言うんですよ、何々さん、はい何々さん何々さんとか、山田太郎さんと言われてあのはいって言うじゃん普通に。でも私はあんまそういうのね、多分地声があんま大きくないから、地声があんま大きくないから、なんかそう聞かないからね、なんかあんまはいって出せなくてなんか多分ちょっと卒業式に向けてもちゃんと大きな声でやらないと恥ずかしいよみたいな、本当に一人だけそんな小さな声じゃ恥ずかしいから、みんな今日から大きくしてみたいな感じだったの。学校先生がなんかもう普段から大きな声でみたいな、私なんかもう無理で、それがそう無理で、なんかそうなんかもうね大きな声出すとかが無縁なので私には。そう言ってくるよね、去年もあったそういうのなんかちょっとあるんよ。なんか学年末にちょっと大事な水道123も大事だったんですよ、なんかなんか大事なちょっとやつがあって、その時になんかめっちゃ大きな声出さないと恥ずかしいよみたいな、もう小さい声だとみたいな言われて、頑張って大きな声出してって言われるけど、ねえ、あ5月7日7日、ラッキーセブン、でもなんか私小学校の時のあの小学校の時の卒業式に、なんか私的には結構藤野子がって言われてはいってさ言うじゃん、はいってはいってはいじゃんはいっていう時に結構自分的には、ま、結構まあちょっと頑張って大きな声出してみたんですよ、はいってね普通にちょっと大きな声でなのに、お母さんになんか全然声出てなかったよみたいな、なんか小さいよみたいな、めっちゃ一人だけ小さかったよみたいな言われちゃって、えーって思って
そんなにみたいな。そう、悲しくて。そう、でもどん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 受験が始まってきてねえ、もうなんか終わっちゃうのかってなると悲しいけどで私が悲しいけどとかさ、なんか言ってもさ、なんかさ、あれじゃない、え、ぼっちなのに寂しいと思うんだみたいなでもね、ちょっとマジでちょっと3学期こそはね、なんかさ、なんでさ、今逆に1年間もほぼ過ごしてきたわけじゃん、半年以上はもう、なのになんでなんでまだ4月に行ってその友達ができないっていうあれを言ってるのかちょっと分かんないけど、まあいや、できます。そう、でも私なんかこの体育の授業、この冬休み明けて1回目の体育の授業、だいたいダンスをするんですね。そう、ダンスをするから今年でも今年しないらしいよみたいなこと言われちゃって、しないのって思って、ダンスじゃないと私なんか何もできないんだけどみたいな思ったのさ。ダンスができないと、ダンスじゃないと私がなんか楽しいと思える授業ないから、ダンス以外は。そう、楽しい。でもなんで知ってたかっていうと、なんかあれらしい、あの体育祭とかって自分たちでダンス作らないといけないらしくて、体育祭、そう、自分たちでなんかダンスを作ったり、まあ、構成を考えたりするらしいんですけど、そう、なんかね、この体育祭の時に自分たちでダンス作ったりするための練習みたいな感じで、ね、3学期の冬にやるらしいんですけど、そうするらしいんだけど、なんかもう3年生はないから、もうそもそも 体育祭が来年はもう卒業だからなくて、ってなると、え、ダンスできないじゃんって思って、去年のさ3年生がダンスしてたらするかも、だけどなんか私の見せ場がみたいな見せ場がっていうか、なんか私が楽しめる授業ないなみたいな感じで、本当に悲しいです、ダンスがないってことは。そうね、難しいでも終わっちゃうよね、コロペはダンスの授業しまく、やっぱそうだよね、なんかさ、みんなも知ってるじゃん多分な、なんかさ、例えばコロペが学校に行ったとしたら、なんか、え、コロペちゃん、コロペちゃんだよ、なんか、あの子立花さんなんて言うか、なんかあの子 HKT の子なんだみたいな感じでなって、え、ってことは歌とかダンスとか上手いよねみたいな感じになるじゃん。そう、だからそこが一回それでなんか任せられたみたいに言われてたもん、なんか合唱コンのなんか全然そ歌上手いとかじゃないのにみたいなこと言っててね、そういうなりがちだよね、なんかあるあるなのかなこれって。レスしながら、でもさ、ここってのがさ、レスしながら踊りさ、ちょっとわかるんだけどレスしながらなんで、なんかめっちゃ想像できたんだけど、体育の授業でレスしながら面白いね、それ結構。あ、クロスマッチやるって言ってた、なんか
なんかずっとねしたいみたいなね言ってたらしいの3年生。私は知らなく、私は知ったダンス、あ、クラスクラスバッチあんましたいと思わないから知らなかったんだけど、なんかね結構ね、なんか何組かの子がめっちゃやりたいって言ってたらしくて、でもずっとできてあげなかった、やれなかったから、そうなんかしますみたいな、もう最後の学校だから思い出作りましょうかみたいな感じで、そう、そうするらしい。でもさ、私ね、私本当に嫌で、なんかそういうクラスマッチ系が、そう本当に嫌で、マジで何もできない。まあ学校あと3ヶ月、2、3ヶ月楽しみましょうということで、球技大会とかさ、まあなんかやりたくはないかなって感じ、なんかあんま好きじゃなくて、そういうのやっぱり運動神経が本当に良くなくて運動音痴なので、なんかだから嫌だなって思いながら生きてます日頃。なんかできなくて本当に悲しいことに。でもね、できるように見える、なんか運動できるように見えるとは言われるのね、多分身長が高いから。本当にできなくて、なんか恥ずかしいぐらいにできなくて、なんかバレーボールとかもさ、なんかペアでなんかこんなにトスしたりする、アンダーパスとかそういうのをなんかペアで何回できるまでやってんだよやった時に、私が遅いからできないからめっちゃ時間かかって、申し訳ない。あれはそう、まあ仕方ないじゃん、できないものは仕方ないです。あ、てかさ、昨日さ、なんかエゴサしてたらさ、なんかゆりさんの少量が流れてきて、そう、なんかゆりさんの少量も出てきて、なんか流れてきて見たら、なんか私が昨日あの白いシャツの時に、パジャマ白いシャツの時に、あの着せるんでしょ、なんか白衣、なんか上着みたいなシャツをいおりさんからもらうんです。いおりさんが持ってきて私にねやってくれるんだけど、なんかその時になんかいつもなんかそう、なんかポーじゃん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 、白いシャツ着ようさあの気持ちでみたいなところで、まあ取りに行ってくれるんですよ。そう、白なんか白シャツ、そう、その時になんかいつもハイタッチをしてくれるんですね。リハの時もハイタッチをこうやってしようして、ゆうさんこんなこうやってしてられるので、こうやってねいつもハイタッチしてたんですよ普通に。そうハイタッチしてたんですけど、なんかなんか昨日はなんかすかしちゃって、間違いでとか、なんか意図的にやっちゃったのもそうなんだけど、こうやってなんかそうしたらどう、なんかゆりさんは優しいからなんか許してくれるっていうのは絶対分かってたからね、なんか笑ってみたいな感じで、そう言ってくれると思ったので、なんかちょっとすかしちゃったんですよ私は。なんかゆりさんが
こう来るときに私だって覚えてる、こう叩く方じゃん。だからこうやってちょっとすかしちゃったんですね。なんかちょっと、故意的に、なんかたまたまっていうか故意的になんですけど、すかしちゃって使えちゃって間違えてるか言うか、なんかよりさんなら、なんか言ってくれそう、なんか言ってくれそうっていうか、なんか優しく言ってくれそうだなと思ったから、優しい先輩だから本当に、だからちょっとどういう反応するのかなって気になったから、そうちょっとね、なんかやってみたくなっちゃって、カレーネンとかによくするんですよ。だからちょっとパンって言っちゃったら、なんかイグミさんがそうっていうのをショールームでイグミさんが、そう昨日なんか5期生さんで集まってたらしくて、なんか別にイグミさんそんな話すってわけでもないかもしれないけど、でもなんかそうで、なんか前こうやってねやっちゃってさ、優しいから何やっても許されるだろうと思ってちょっとやってみました。なんかいつもこれしてるから、してるからこうやって、やってもいいかなって思ったんです、いおりさんなら、からやってみました。そうっていうのを少量で話せて、そうでもなんでそのなんかひじりさんが私と話してみたいみたいなのをなんか言ってくださってたみたいで、ショールームで来るまでやってみようよ。そうなんかひじりさんがなんか話してみたい、ロッキー誰だと思うみたいな。いう話をなんか5期生さんと、そう昨日は集まって配信してたから、でなんか私の名前挙げてくださったらしくて、そう面白いから話してみたいんだよねとか言ってなんか別そんな、なんか私別面白いこと言った覚えもないし、なんか全然なんか面白いって思ってくださってるみたいで嬉しいです。なんかあきさんの誕生日メールにもなんか MC でふとなんか面白いことを言ったりするみたいなのを書いてて、そうなんだみたいなそうなんだってなんか面白いからみたいな言われて、でも私別そんなことないけどね、だってさやっぱりさ、そんな MC でもめいちゃん出すわけじゃないじゃん。でもひじりさんとかはジャンヌの MC でよく一緒になったりするけど、めいちゃん出すって言われてもだから、どこを感じ取ってくれたんだろうと思ってどこをあんな面白いと思うそうっていうところが、でもなんかゆりさんがその話は MC でしようかなみたいな感じで話しててドキドキわかんない、来ない可能性もあるかもしれないけど、なんかそうなんか言われた時はどうしようってシミュレーションしとこう、今からシミュレーションします、もし言われたら後悔しそうみたいな、なんかやれない可能性もあるけどね、普通に。レアちゃんも、でもレアちゃんってね、絶対ね、なんかレアちゃんって絶対私のこと好きなんですよ。本当に。今何分だよ、もう時間ないかな、51分あとちょっと。そうレアちゃんって多分私のことさもう本当に好きだと思うんで、なんか分かんないけど、まあ、好きだと思うんですよ私も。
なんかなんかね好きだと思うんです私のこと。そう、なんかそう、なんかレイちゃんって本当に私のだって、なんかレイちゃんのファンの方もレイはうちの推しはなんか明らかに藤子くんのことが大好きでみたいな、そんな藤子くんにモテ遊ばれてるのがみたいな言っててそう結構、まあ、仲良しです仲良しです。でも MC だとツンデレしちゃうんだよね、なんかツンデレってかツンツンしちゃう、なんかそんなことないよって言いたくなっちゃうんだよねMC だと、なんか仲いいですじゃなくて私ちょっと仲いいですじゃなくて、なんかちょっとツンツンしたくなっちゃうところもあるから、そうまあ許してちょんまげっていう。そうではレアちゃんと、そう昨日でも話して、もうお母さんの話してた時に、なんかレアちゃんもアイドルさんが好きじゃないですか、で猫も好きじゃないですか、で私もアイドル他のグループのアイドルさんとかめっちゃ好きだし、なんかあの猫も大好きなんですよ。でもお母さんの話した時になんかマリアさんもアイドル好きじゃないですか、他のグループさんアイドルし、猫も猫さんも飼ってる、福丸さん、福丸くん、福丸さんを飼ってらっしゃるので、なんか意外と合うんじゃないみたいな話を、そうコトロがなんかやらかしてる、そうから仲良くなんかお話ししてみたらって言って、そう機会があったらしてみたいなって。じゃあランキングを見ます。13位烈火のりょうさんありがとうございます。12位ペシさんありがとうございます。11位コンセラさんありがとうございます。10位イコチンさんありがとうございます。9位サユニャンさんありがとうございます。8位ウッチーさんありがとうございます。7位ステックさんありがとうございます。6位ソラさんありがとうございます。5位ダイさんありがとうございます。4位もぎたてりんごさんありがとうございます。3位ムディアスさんありがとうございます。2位ただの魚さんありがとうございます。1位リカさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。